加えた箱で公園のベンチに物憂げに座る男が一人冷ややかに据えるあの鋭い目からまた逃げ出してきたらしい吹き上げる風に背中を向けるのは心を閉ざしたからじゃなく彼の得意なポーズだってことは鏡の裏に見えている夢見た夢が一つまた一つ腕から滑り落ちてゆくけれど怖いのはそのことじゃない夢が壊れることじゃない夢があるんだとただそれだけで何かを掴んだつもりになって信じまった夢を抱えたまま気づきもせずぼんやりと空を眺めてるああなんて今日はどこか涙なんて幸せそうだろう今日も Thank you.